お聞きいただきありがとうございました。ニート東京版怖い話バージョン2022、お楽しみいただけましたでしょうか。本当に怖いのは闇にうごめく目に見えぬ存在なのか、闇に生きる人間なのか、あるいは好奇心から闇を覗きたいと思うあなたなのか。恐怖の体験が耳から忍び込むとき、14番目の恐怖体験を語るのはあなたかもしれません。